インターネットなどのですね、情報技術を使って、まあ、とにかく離れていても通常と変わらないようなにですね、何でもやっていこうという、そういう取り組みがですね、県内でも広がっています。富山市府中町。電気工事や映像制作などを手掛けるこの会社の一室で、撮影の準備が行われていました。出演は県議会議員の種部京子さんと平木隆太郎さんです。本番いきます。3、2。皆さんこんにちは、県議会議員の平木隆太郎です。今回の企画は With コロナな過ごし方というふうに題して、これは新型コロナウイルスに関して県民に注意を呼びかけるライブ配信。県民の不安を少しでも和らげようと企画したもので、外出の自粛で会場に多くの人に集まってもらう講演などができないため、ネットを使って配信されました。それからしっかりと休みを取って、そして栄養を取ること。皆さんもいろんな配信では産婦人科専門の医師でもある種部さんが専門的な視点でアドバイスしました。治療しています。ただもしも、かかってしまっているということが分かる、熱が出てかかっていると分かって、その時に出産ということになることがあります、その時は感染症指定病院ですか、出産は扱うことができないということで、ね、今まで通っていたお医者さんでということはできない可能性があります。私たち医療関係者ってどうしてもこの学会チックな感じで、もう重すぎてみんな面白くないじゃないですか。それを分かりやすくこういう形でしていただけたの本当にありがたい。これまであった面談とか会合が全てなくなってくるので、そうなるとみんな発信が止まるんですよね。で、発信が止まると不安になるから、そこをやっぱり打開するためにも、こういったインターネットっていうのは、まあ、今こそ効果を発揮するなというふうに思ってます。